はい、内田君、決勝おめでとうございます。ありがとうございます。ね、強いね。いや、そんなことはないんですけど。準決勝1着だよ。はい、自分でもびっくりしました。いや、ここのとこずっといいよね、なんか動きは。そうですね、でも前回少し重たくて、うん、なんとかもう G1 向けて、やれることやんなきゃなっていう感じで、うん、まあ、調整できたんで、それが良かったのかなと思います。でもね、あの G1 の準決勝1着で通過っていうのは気持ちいいんじゃない？いや、本当そうですね。相手もやっぱり強いですし。ねえ。はい、なんとか3着で滑り込んだわけじゃないから。はい、もうそれが3着で滑り込めればっていう感じだったんで、はい、びっくりしてます。でもなんか今日誕生日らしいじゃない。そうなんです、はい、44歳に。ゾロ目になった。そうですね、はい。ねえ、誕生日に1着でって自分でお祝いを。いや、まあ、そうですね。でもまあ、忘れない44歳ですかね。だよね。はい、44だし、そうですね、1着だし。はい、思い出せそうです。ねえ、はい、この後思い出すよね。あ、そういや、あの時誕生日1着だったんだみたいな。はい、まさか G1 の準決勝で、はい、ねえ。でもなんか前走った選手は知らなかったらしいじゃない。そうですね、はい、誕生日って。そうですね、新聞に書いてなかったんじゃないですかね、はい、取り上げてもらえてなかったんで。あ、そうか。一緒に走る選手ね、あの昔だったらファンの皆さんがさ、よそ屋さんがいろいろ書いて誕生日だから今日はこいつとかね、はい、なんか勝手に書いてあったりしたけどね。でも最近書かないんでね、はい、前日に記者の方にそう聞かれてはいたんで、うん、ちょっと乗ってるかと思ったんですけど、うん、まあ、全く乗ってなかったんで。乗ってなかった。やっぱり自分 の, あの人気のなさが。ああ、まあ1着じゃなくて3着ぐらいで乗るかなってみんな思ったんじゃない。そうですね、自分でもそう思ってました。ね、どうこれメンバー、決勝メンバー見て。いや、やはりあの近畿勢が強烈ですんで、うんうん、はい、いや年齢的にはみんな変わんないじゃない。そうですか。そんなには。そうなんですかね。うん、一番若いの5章だから、あ、ちょうど一回りぐらい違うけど、やっぱでもその分レースもやっぱり今日厳しいレースになると思いますんで、なんかみんなね、やりたいことは同じみたいな感じになりそうだし、はい、ね、特にね、あの先行タイプがやっぱり若い選手が少ないから、はい、いないとなるといろいろ考えなきゃいけないじゃん。そうですね、はい、まあ、横もみんな厳しいと思いますし、うん、はい、まあ、みんなねベテランだから、はい、それはあのうまい走りはすると思うんだけど、はい、ね、その中で、はい、結構あの前の方で開き直って言ってくれればチャンスあるんじゃない？でももう、はい、新田もベテランなので。まあでもあの今回のメンバーの中ではまだそこそこ若い方から順番よ。そうですか。うん、いやもう中野さんが一番新田を知ってると思いますね。まあでもね、あとにかくあの、まあ、レースは当然みんな諦めないと思うし、最後までねチャンスどっかにあるかなという。だから4コーナー回るときとかコース探してね、みんな突っ込んでくると、あの怪我のないようにだけして、はい、ね、あの頑張ってほしいなと。はい、そうですね、ね、はい、うん、やっぱファンの皆さんもね、あのこういうベテランばっかりのときはどんなレースするんだろうみたいな、ちょっと一人抜けてるやつがいるけどね。そうですね。これをどう攻略するかという。はい。はい、じゃあ、それに考えて、ぜひ頑張ってください。思います。はい。では、ファンの皆さんに一言。はい。決勝戦も、ちょっと自分の力出し切れるように精一杯頑張ります。応援よろしくお願いします。ね、どっかチャンスがあって、一着取れればね。チャンスを見つけたいと思います。勝ったら何年ぶりなんだろう。覚えてないです。はい。